はい、後藤輝樹です。横浜市長選のあれこれについて、ちょっとご依頼が来たので、YouTube で話したいと思います。横浜市長選のあれこれ、候補者それぞれの主張、なぜ候補者乱立、郷原弁護士の落選運動、投票率25%未満で当選者なし、見通し、なんかを解説していただければと思います。はい。候補者について、候補者とそれぞれの主張をまず話したいと思います。横浜市長選僕も出たかったんですけども、まあ、出ませんでしたが、もし葛飾区議会議員選挙に当選したら、まあ、4年後は出れたら出たいなと。出れ、あ、よ、葛飾区議選に当選したら、まあ、4年後は出たいと思っております。けれども、もう本当ね、俺が出たら、やっぱこう、もうちょっとこう、面白くなったのかなとは思いますが。はい。選挙公報を見ていきます。選挙公報もいいけど。横浜市長選の、横浜市の候補者情報を見ていきたいと思います。もろくなこと書いてねえな。届出受理番号順に1、太田正孝さん、無所属。2、田中康夫さん、無所属。3、小此木八郎さん、無所属。4、坪倉義和さん、無所属。5、福田峰幸さん、無所属。6、山中竹春さん、無所属。7、林芙美子さん、無所属。8、松沢重文さん、無所属。はい。この太田正孝さんって、これ多分この市議の方ですよね。僕、横浜市だったんですけど、そんな、めちゃくちゃ詳しくはないですけど、聞いたことあります。田中康夫さんと松沢重文さんも聞いたことありますね。で、林芙美子さんは、現横浜市長ということで。はい。あとは知らないですね。選挙候補を見ていきたいと思います。なんかちょっとこれだと本当こういうの行政ってやっぱこう、つまらないっていうかわからない。つまらないっていうかこう、面白くないんですけども、全然情報がもうこれしか載ってないっていうか、候補者情報。あと、ウェブサイト等のアドレスしか載ってないっていう。これなんか民間のやつとかだと、なんか年齢とか書いてあるんですけど、確か年齢見ると結構年配、ほとんどが今50歳以上。まあ、48歳ぐらいの人もいるのかな。結構年配って言ったら失礼ですけど、結構、高め。まあ、俺が出たら38歳ですけど、まあ、4年後は俺42歳になっちゃいますけれど、まあ、42歳でも、42歳の候補者いないと思いますね。まあ、63、一番若くて山中さん48歳。あともう本当、70歳、75歳、56歳、57歳、65歳、75歳、48歳、63歳。年配の方がダメっていうわけじゃないですけど、まあ、25歳とか、まあ、横浜市長選は25歳からいけるんじゃないですかね。25歳ですよね。30歳じゃなくて25歳。まあ、25歳から立候補できる中で、まあ、75歳とか、まあ、現市長は75歳ですけど、この50歳差があるっていう、まあ、別に若ければいいってわけじゃないですが、もうちょっとこう、若い人が参加できたらいいなと思いますが、やっぱ若い人だってやっぱお金がそんなないですから、これ240万かかるんで、立候補するだけで240万。やっぱ大変ですよね。こう、やっぱまあ、やっぱ年配の方の方がやっぱお金持ってるんですかね。
はい、ちょっと、候補者情報っていうか、それぞれの主張、選挙候補、ちょっと見ていきます。選挙候補、山中竹春さん、48歳。横浜をコロナとカジノから守ります。コロナ専門家。科学知見とデータを重視。希望者へのワクチン接種の超加速化。いつでもどこでも PCR 抗原検査。困窮事業者、生活者への十分な経済支援。専用病床と医療人材の確保。データの活用による社会活動の再開。ガンガン。ワクチン打って、コロナ、PCR 検査とかやって、こうみたいな感じです。カジノ、括弧、博打誘致を即時撤回。ちょっとここで喋るのもあれなんですけど、カジノ反対って言ってますけど、本当に、世の中パチンコパチスロありますし、麻雀とか、競馬とか、競輪とか、競艇とかいっぱいありますから、僕はだからなんでそんなカジノだけ露骨に反対してるのかちょっとよくわかんないですね。ちょっと後で話そうかと思ったんですけど、結局やっぱカジノができちゃうと、パチンコパチスロが行かなくなっちゃうっていうか、ちょっと行かなく、うん、パチンコパチスロ行かなくなっちゃうっていうよりも相対的にパチンコパチスロに流れるお金がカジノに行っちゃうんで、それパチンコパチスロ利権からしたらちょっとカジノができちゃうと困っちゃうっていうのが僕は正しいと思いますね。だから、結局そっち側の人が、本当カジノ反対してんじゃないかなって僕は思いますけど、カジノ抜きの代替案、ハーバーリゾート構想実現、国際展示場、滞在型ホテル、エンタメ施設など、夢、希望、楽しさのある街づくり。夢、希望、楽しさのある街づくり。ちょっとこう、何ですかね。19万3193人のカジノ署名を集めた市民団体と横浜港湾人代表藤木幸夫氏も応援。ちょっとこの人が夢、希望、楽しさのある街づくりを作れるのかちょっとよくわかんないですけど、横浜市民に誠実、データに正直、新時代、山中竹春さん。ちょっとすみません、うさんくさい感じが、ちょっと、すみません、申し訳ないんですけど、こんなこと言ったらお前の方があれだろうみたいに言われそうですけど、ちょっと綺麗事がちょっと強すぎる感じが、候補者の中で唯一のコロナ専門家、カジノを阻止する真の候補。ちょっとそうですね。あんま、香ばしいというか、表現を使うのあんま好きじゃないんですけど、ちょっとだから本当、ありますね。カジノを阻止する真の候補ってどういうことなんですか いろんな、カジノ阻止する、カジノ反対の候補多いんですけど、これもね、後で話したかったんですけど、カジノ、これ8人中6人が反対で、2人が賛成推進、反対してないっていう立場で、6人いる中で、山中さんが、もう私こそが真の候補っていうことを伝えたいんでしょうけども、そうですね。横浜新時代、夢、希望、楽しさのある街づくりとは、ちょっとうさんくさい感じがちょっとして、ちょ申し訳ないんですけど、山中さんを応援してる人も申し訳ないんですけど、ちょっとだから、もう初めて知りました。初めて知りましたけど、3つのゼロを目指します。1、敬老パス自己負担ゼロ。70歳、70、75歳以上。子供の医療費ゼロ。0歳から中学生。出産費用ゼロ。基礎的費用3つのゼロを目指します。大体、
3つのゼロを実現しますじゃなくて目指しますなんで別に、ね、実現しなくてもあれいいと思うんですけども、なんかゼロを目指しますみたいな、うさんくさいですよね。その小池百合子が証明してますからね、なんか、なんとかゼロみたいな。あいつ実現してないですから。あいつはもう実現するって言ってたのに実現しないですけども、この方は目指しますなんで別に実現されなくても全然いいわけですから、まあ、ちょっと何ですかね、その業績で全国放送のテレビに続々出演。もうなんか、ほんとね、なんかうさんくさい、うさんくさい広告、なんか何ですか、その業績で全国のテレビに続々出演、見たことないですけど。誰ですか、山中さんって。なんか、あんま僕、毒舌とかなんか別に、柔らかい表現、毒舌してるつもりないですし、結構柔らかい表現を使ってるつもりでなんですけど、なんかちょっときつめのようなこと言ってたら本当申し訳ないんですけど。早稲田大学政治経済学部卒業、同大学院理工学研究科修了、米国立、アメリカ立衛生研究所、NIEHS 研究員、国立がん研究センター部長、がん研究センター部長なんだ、この人。横浜市立大学医学部教授、同特命副学長、同大学院データサイエンス研究科長等を歴任。お医者さんなのか、この人、山中さんっていう。なんか山中さんって有名な人いますけど、ちょっとこう、ミスリードさせるようなね。重点施策として推進します。待機保留児童の解消、病児保育の充実、中学校給食の全員実施、認知症やがんになっても安心のまちづくり、地震、風水害等の災害対策強化、脱ガソリン車の加速化支援、オペラ座建設、615億円の中止で財源確保、デジタルを活用した市民参加、住民自治の確立、次世代 Wi-Fi による通信サービスの提供。これ何ですかね？ 5G のことなんですかね？何なんですかね？わからないですけど。中学校給食全員実施、まあいいと思いますし、脱ガソリン車の加速化支援もいいと思いますね。はい。山中竹春さんでした。次、じゃあ、小此木八郎さん。これちょっとなんか記事か見たんですけど、なんかこう、菅総理が応援してる人みたいですけど。ちょっとだから、これはよくわかんないんですけど、もともと菅総理結構、多分林市長とか、現林市長を応援してたような気がしてたんですけど、なんか、この人出てきて。で、菅総理って多分、カジノとか賛成派だったと思うんですけど、この小此木さんっていう人は、カジノ IR は反対みたいな。だからちょっとなんかこう、よくわかんないですよね。菅総理は応援してる感じ、菅総理に近い人ということなんですが、カジノは反対っていうことで、強い覚悟で横浜市政っていう。で、この人国務大臣で、直前まで、勤めてて、いきなりこう横浜市長に立候補したとか、そんな感じの人で、ちょっとなんか、今回の横浜市長選はちょっとだから、なんか、いろんな、なんか人が出てるというか、なんでしょうね、こう、とも、えーえっと、声を聞く政治、共に乗り越える。声を聞く政治、共に乗り越える。だからみんななんか、そういう感じですね、なんか。さっきの人もそうです。強い覚悟で横浜市政。なんかあんまりその抽象的な意味のないような言葉、ちょっと申し訳ないんですけど、今の声を聞く、未来の声を聞く、歴史の声を聞く。新型コロナ対策最優先、支援を必要とするすべての市民に寄り添い支えます。横浜への IR 誘致は完全に取りやめます。国の追従ではない物言う都市横浜に。横浜防災総点検、真に災害の強い都市で。ちょっとだから結構、だから菅総理応援してるとしたら結構菅総理、
その、言うこと聞かないような人になるんですかね。どうなんですかね。わかんないですけど。未来の声を聞く。前例にとらわれない横浜版成長戦略を策定実現します。子供から高齢者まで、すべての市民に優しい街を目指します。誰一人取り残さないデジタル都市の実現。横浜から温暖化を止める。世界最先端の脱炭素都市の実現へ。なるほど。だから、結構抽象的な感じがしますけど。ちょっとよくわかんないですね。歴史の声を聞く。地域に根ざした文化振興、スポーツシーンを進めます。地域のつながりを深め、街並みを大切にする横浜へ。ちょっとよくわかんないですね。これ、だから選挙候補って、結構よくわかんないのが多いんですよね。だからさ、声を聞く政治、共に乗り越えるとか、その、ちょっとさっきの人はそうですし、横浜新時代とか。まださっきの人はまだ横浜をコロナとカジノから守りますとか言ってるんですけど、こっちの人はあんまりなんかちょっと抽象的すぎますね。小此木八郎さん。プロフィール、昭和40年横浜生まれ、横浜育ち、56歳、衆議院議員8期25年。2つの内閣において国務大臣を歴任、防災担当大臣や国家公安委員長として危機管理を担当。で、危機管理担当するんだとしては、ちょっとだからこういう辞め方で横浜市長に、立候補するのはちょっとどうなのかなっていうのは思いますけども、好きな食べ物、カレーパン、ちくわのフライ。これは必要なんでしょうかな。好きな食べ物、カレーパン、ちくわのフライを入れる、ちょっとセンスっていうのがちょっとどうなのかなっていう。ちくわのフライ。その、だから、ちくわのフライって好きな人もいると思うんですけど、ちくわのフライ好きだなっていう人向けに、好きな食べ物、カレーパンとちくわのフライを入れた理由がちょっと知りたいですね。この人の選挙方法で一番気になったところですね。好きな食べ物、カレーパン、ちくわのフライを入れた、ちょっとお茶目さっていうか、何なんですかね。その印象しか残らないですね、小此木八郎さん。趣味バンド活動、ボーカル担当、ただいま休止中。このままちょっとよくわかんないです。ちょっとだから、なんて言うんですか、こういうの。自己、なんだっけ、こういうの。ちょっと出てこないな。なんだっけな、こういうの、なんて言うんだっけ。自分が可愛い系の、なんつうんだっけ、この。承認欲求とか、そういうのなんだっけ、そういうことか、承認欲求。その自分、そのバンド活動、ボーカル担当入れるの、ただいま休止中のボーカル担当、趣味入れる必要あんのかなっていう、ちょっとだから、ちょっと頭おかしい人なのかなってちょっと思っちゃいますね。ちょっとよくわかんないですね。ただいま休止中で、ボーカル担当を入れて、バンド活動っていう、そのわざわざ入れる必要がちょっと気に、ちょっと何なんだ。ちょっと、ナルシストっぽい感じがしますね。ちょっとわざわざこういうの入れてくるっていうのは。この人、ボーカル担当してるんだ、みたいな風で入れるっていう風に、何なんだろうっていう。で、しかも、ただいま休止中っていうのは、ちょっと謎ですね。ちょっと気持ち悪さを感じます。はい、次の人いきます。